西暦2064年、地球は死にかけた。人類の命運を担って未知の宇宙に飛び出す勇敢なる開拓者たちよ、君たちの航海の無事を祈る。そうですね、簡単に言えばいわゆるエイリアンというやつです。我々に必要なのは結果だ。危険も犠牲も一つの過程に過ぎん。こんなこと本当はするべきじゃない。人の手に余る力になど手を出さず、自分自身の力でたどり着いてこそ意味があるのさ。だから帰るんだ、宇宙へ。何者をも排除する破滅の豪華、全ては美しく滅びを迎えることでしょう。どうして、なんでこんなことに。我々が宇宙の運命の一変を任されたのであれば、答えは一つ。この宇宙の秩序を学び、守ることだ。宇宙は今、未知なる意志により再構築されていくのだ。始まるんだ、本来あるべき姿の宇宙が。宇宙開拓の素晴らしい幕開けとなったよ。